広すぎて迷子なんだこれ。それ見て。なんかかっこよくない？バンコクって書いてる文字。ああ。かっこいいよな。No。タイはもう中々おしゃれやな。俺さ、毎回思うねんけど、これオープニング撮りやん、いつも。で、正味分かる？どうやって入ったらいいか分からへん。それなんかちょっと先輩アドバイスちょうだい。難しいことを急に振るな、台本にないことを。とりあえずじゃあ考えとくわ。まあ、今日はもうこのままさらっと。はい、というわけでやってきました。マーブンクローンで、というわけでの意味がよく分からへん。じゃあとりあえず、はい、やっぱ旅行に来たらお土産買うっていうのもこれ一つの醍醐味や。ああ、じゃあ、まあらがち外れてもね。そうやろ、お土産渡したい人いっぱいおるから。日本に帰ったら、だからマーブンクローン何でも売ってるからさ、マーブンクローンで、お土産行きましょう。だからなんでデイゼロデイゼロ言うな。ストリームか。パンツのお土産ってどうなんやな。パンツのお土産買わなかったんだけど、結構迷うよな、やっぱり何がいいとかさ。いや、もうできればもらって喜んでもらいたいな。これな、でも仮に俺がこう水着を仮に女性にお土産で渡したらもうせっかくアウトだよな。完全なるアウトやな。ということで水着はやめとこう。でも来てくれたら最高やな。そうか。なんで会社の人限定で言うん。見たいか。なんでやら誰のこと言うけどそれ。難しいな。あ、麦わら帽子かってるな。あれ、なんか小物売ってるやん、小物。小物が売ってる。あ、コンプライアンス的に嘘したらないですが、入ってる。もうこういう方がやっぱ、喜ばれるんかな。どうなんやろな。こういうさ、あ、バレモンあれ。なんかこの店の匂いが、毛染めの、白髪染めのやつの匂いに似てる。白髪染めちょっとしたことないから、わからないんだけど、これからすることはあるやろうけど。あっても、あの鼻は死んでるからな。鼻が死んでるからな。あ、しんどい。ああ、買ってもな。まあな。これいいんじゃん。これ。これ。置物いいじゃない。これいいけどな。なんのただの置物？ただの置物。えげつない。値段発表していい？うん。2,250バーツ。高っ。スタート1000バーツ。ほら、2,850バーツ。高いな。これ高い。これ1300。これが。え？1300？1300。これが。はい。めちゃくちゃ高い。ああ、めちゃくちゃ高ない。かわいい。めちゃくちゃ高いな。これなんか有名？ No。No？ My boss made。Bronze though。ああ、そういうことね。うん。これ、よくそんな5,950バーツ。いない、5,900なんや。うん、ええ音するといえばこっちでもするけどな。2,000バーツ。そこそこするな。すごいな、5,000から2,000まで下がるっていう。まあ、合ってないようなもんやろな、でも。値段はな。これはでも、どんだけ下がっても多分俺はこれを買うことはないだろう。うん、喜ばれそうはあっちゃけど、女性にな。あれな。で、ここなか。またきまーす。おー、青いカップな。コンプライアンス的に大丈夫な顔？サンタクルーズも置いてるんだよ。これコンプライアンス的に大丈夫な顔？顔は大丈夫だ。パタゴニアを知らないっす。
そやパタゴニア知らないやつおる。ここに見て。これ俺自身が。タオライ？タオライか。すごい。ガウシ。なるほどね。オッケーオッケー。なかなかいい値段すんな。290バーツ。安いね。高いね。いいよね、これ。これ、知ってる俺。レッペンディップ。なあ。せんな。それが何かもしれないっす。知ってんっすよ、俺これ。俺持ってんっすよ。この T シャツ。なんか。ここの店、自分が買うにやんな。パタゴニア来ちゃいましょう。これが M やろ。 M でこのデカさか。じゃあ絶対 M やな。 M でこのデカさか。 M の方がいいよな。そうなんだよ。ここはコピーではないけど安いな。でも、うん、安いね。 TV や、うん、あーで TV、 うん、スタビ、あー持ってる持ってる、うん、持ってる持ってる、そこそこでもしちゃうな、うん、これはあれ測るやつで色握力を測るというかその力で、これ引っ張ったら50キロのパワーがのやつはまでは持ってるやつかな確か、うん、よし、うん、ねえ、ねえ、これか。あ、おお、0.39、1キロない、380g。すごいな。すぐれもんやな。50キロまで測れますよ。だからあの逆に言うとこれでカバンをリュックやったらあの今回みたいな7キロとかの制限のやつとかそういうこと、ね、カバンのやつは分かるよっていう。なんか迷彩のカバンがあるな、こう。うん。こう、お、こういうの可愛らしい。How much this? 450 450 400 45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 0
シリコン、うん、シリコンな、うん、1300円ぐらいってことやろ、うん、セームセームまあ個性は出るけどね、うん、個性は出るよね。 This house in half な40m なんかアクセサリーも安いかもしれないね先輩。そうやね、基本あの首で固定する携帯のやつのグッズとかも載ってるから、あとちょっとこのちっちゃい Bluetooth、ね、これは高いな。でも充電があるやわ、あの置くだけで充電っていうぞ。充電してんな、うん、お土産探さな結構なんかもっと子供の服とかおもちゃとか売ってたのに、うん、なんかないかな。 Thank you、oh! This is Run BKK. My show、oh. is Run BKK. そういうことねそうですかセインカラーセインカラーさオッケーオッケー。それこれラン DMC っていうアメリカのあれやもんな、あ、うん、あれをバンクのヒップホップのグループがもじってランプ OK っていう T シャツ作ってなるほど。タイにしか売ってないからこれルート66、うん、違う、それルート66はどうでもいい、もうタイにしか売ってないからランプ OK。 なるほどね、うん、OK ありがとう。タイっぽいからな、1個多いけどな、お土産に1個なん持って僕ら、うん、何払いか80バーツ、50バーツです、50バーツ、ね、安いのが高いのかあれ、これはいつも買ってたやつ、あのビールのサビア、あー890バーツ、ガネーシャ、めっちゃ高いよ、ガネーシャ、やばい、
最初からそんな値段にしてくれ。ガレーさん高いわ。何本？850バーツ。あ、商売の神様やからな、うん、夢と商売の。俺らもお土産のマグネットがいいと思うねんな。あ、お土産な、気持ちやからな。そうやんな、気持ちやからな。買ってきたという気持ちや。だこれだって見たらもうみんなタイのこと思い出すやん。それはタイと分かればな。あ、書いてんのか。いや、だってタイランドって書いてるから。あ、書いてんのか。見えてなかった、文字。そうやろ、うん、おう、ね、はい、あの会社の会社お世話になってる人たちに、あの体感満載なのこのマグネットをいっぱい買いました。いいお目で体感満載。かわいいよ。そう、見てこれ、そう、タイランド。体感満載のお目で買ったから。安い値段で売ってるもんな。99バーツやで、100バーツ切ってる。何本や99バーツ。99バーツね、3区27、300円ちょっと、300円いかないぐらい。Next time now, okay?